はい、坂城です。またね、今回もなんですけど、また新仮面ライダーの動画になります。昨日ちょっと見てもらった方いるかわかんないんですけど、フィギュアーズとかね、あと劇場でねもらったカードの開封とかやった動画を出してるんですけど、その時にもね喋ったんですけど、今日ねムービーモンスターシリーズが発売するんで、もしかしたら時間があったら買いに行くかもしれないっていうふうに喋ってたんですけど、結局買っちゃいましたんで、そちらの動画になります。一応ね2つ買えたんで、はい、一個一個ね、お見せしていこうと思っています。はい、まずね、1号から。こちら、仮面ライダー1号ですね。新仮面ライダーですね。はい、こんな感じですね。まあ、一応動きを見ていきますけど、まあ、ね、そふびなんで、ここね、肩回すだけぐらいですね。あと下半身はこんな感じで。まあ、足は曲がらないんで、ね、こんな感じですね。はい。で、一応まあ、髪の毛が出てる感じもちゃんとしっかりできてるんで、まあ、ここがね、フィギュアーズ昨日お見せしたと思うんですけど、ここにね、ショッカーのマークとか書いてあるんですよね。それがね、このムービーモンスターシリーズには書いてないですね。はい、で、ここのね、ライダーのベルトと、はい、マフラーですね、これは。まあ、こんな感じ。これがまあ1号。はい、次がね、2号。2号のがちょっと背が高いんですよね。2号ですね。こちら。じゃじゃーんということで。はい。まあ一応またね。まあ一周回ります。これ。はい、で、ここはまあね、この、まあ動きは一緒ですね。はい。後ろこんな感じ。2号ですね。今、ね、変身ベルトですね。まあこんな感じ。まあ2つね、比べてみて、まあ違いっていうか、見てみたいんですけど、まず、まあ、1号と2号で、こっちが1号と、こっちが2号。まあ、1号、目がちょっとこっちピンクで、2号が赤みたいな。で、口の部分がこの深緑みたいので、2号はシルバーですね。はい。で、マフラーですね。で、これ、変身ベルトもね、色がちょっと、ここの周りが、2号がここが赤で、こっちが白ですね。1号が。で、ズボンもね、これほら、上もそうなんですけど、こう白いストライプがこう入ってるんですね。2号の方はね。で、1号の方は入ってないですね。で、後ろは、まあ、後ろは、ここのところは一緒ですね。はい。あ、ここもちょっと違うな。足の部分。こう、なんか線が入ってる感じで。まあ、それぞれ違いがありますね。これが1号と2号って感じです。はい。でね、まあ、一応ね、ソフビもう一つ持ってて、まあ、動画も出してるんですけど、まあ、1号、9、この1号のまあコードバージョン、これも持ってるんで、はい、まあ、一応こんな感じで。はい、うん、でコードバージョン2号は持ってなくて、まあ、今度買おうかなと思ってるんですけど、はい、買いたいですね。はい、うん、ちょっとね、連続でね、新仮面ライダーの動画を出させてもらってるんですけど、はい、まあね、本当ね、映画も楽しいんでね、よかったですね。じゃあね、ちょっと次はね、アップしたり立たせてみたりしてお見せするんで、まあ、そちらのね、方もご覧ください。はい。はい、いつも通りね、回転テーブルにね、立たせてみました。これね、1号の方はかなりバランスがいいんで、スーッと立ちましたね。ね、この後ろの髪がリアルで、まあ、結構クオリティ高いと思いますね。フィギュアーズ見た後でも、普通に、クオリティ高いなと思うんで、結構いいソフビになってると思います。これが、2号ですね。2号の方がちょっと背が高いんですけど、ちょっとね、背が高いから、バランスがちょっと少し悪いんで、足グーって広がらないと立たなかったですね。後ろはパンフレットでまだ読んでないんで、早く読みたいですね。はい。1200円だったから、はい。で、次はアップでお見せいたします。ほら、これアップで見てもらうと、普通にね、まあ、フィギュアとかと比べても全然、ね、遜色、まあ、ほぼないぐらいリアルにできてるんで、まあ、稼働ができないってだけぐらいで、うん。この変身ベルトも結構よくできてると思います、これ。はい。で、後ろがね、ちょっとね、面の部分だけ、ちょっとロゴがないんですけど、まあ、それはね、まあ、細かい作業なんで、まあ、仕方ないかなと思いますけど、はい。で、これもね、タグですね。仮面ライダーって書いてますね。タグは自分ちょっと取らないんで。で、次がね、仮面ライダー2号ですね。2号はね、ちょっとね、買うときに1個しかなくて、やばーと思ったんですけど、皆さんやっぱ2号を購入するのかな ?1 が、まあ、いろいろ出てる、いろいろっていうか1つだけで、まあ、出てるんで、まあ、2号を買うのかな、みんな。
結構リアルでいいと思います。で、後ろですね。また後ろもね、ヘルメットのとこは、やっぱりね、ショッカーのロゴないんですけど、あるのかな ?2 号も。フィギュアーツは、ま、今度ね、この間プレミアムバンダイで出たんで、今度次なんですけど、まあ、これタグですね。はい。で、2つ並べてみました。まあ、並べるとね、やっぱね、2つあった方がかっこいいですね。1号と2号並べる感じで、昔のね、仮面ライダーもやっぱ1号と2号セットで並べたらかっこいいんでね。はい。いいですね、これ。普通にいいです。いい装備だと思います。で、これちょっとね、コードバージョンも一緒につけてみました。コードバージョンもね、普通にかっこいいんで、まあ、2号の方持ってないんでね、まあ、買ってね、並べてみたいと思います。はい。で、最後はですね、昔の仮面ライダーも一緒に並べてみました。やっぱかっこいいですね。はい。でね、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。新仮面ライダーの動画はね、いろいろ出てますので、もしよかったら、ご覧ください。概要欄に貼っておきます。今回はありがとうございました。